皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日はクッキーをトッピングしたフルーツヨーグルトを紹介します。3食分の材料はヨーグルト 100g、 この動画ではギリシャヨーグルトを使っています。ミックスベリー 75g、 お好みで他のフルーツを使うこともできます。1食あたりミニクッキー2枚、または大きめのクッキー1枚。パウダーシュガー、レモン汁またはレモンです。砂糖の量はお好みで調節してください。まずミックスベリーにパウダーシュガー大さじ1を加えてよくかき混ぜます。混ぜ終わったら3つの容器に均等になるように分けます。次はヨーグルトを作ります。パウダーシュガー大さじ1を加えて混ぜます。さらにレモン汁大さじ1を加えて混ぜます。混ぜ終わったら3つの容器に均等になるように入れていきます。最後にクッキーを砕いたものをトッピングします。これで完成です。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。